林さん、コパの解説も決定、スケジュールが限界突破。解説者林さん、ユーロと並行してコパアメリカの解説も務めることを発表。ユーロ解説、Jリーグ解説、コパアメリカ解説、すごすぎます。林さんボットでもあるのか、普通の人は倒れちゃうハイペースで解説されてて驚き。AI 林良平、解説会の鑑定や、ところで林良平さんがどこかのチームの監督になったらどうするんだろう。いつの日か JFL や地域リーグの解説もしてそう。林さんのヒートマップが真っ赤っかやんけ、死んでまうぞ。大学生な自分でも深夜にユーロ3試合見るだけでしんどいのに、コパにまで手を出したが見るだけじゃなく解説する林さんがぶっ倒れないか心配。日本時間はもとより、ヨーロッパ時間&南米時間まで働かされて告知が心配の限界突破。毎日解説してるやんこの人死ぬど。もう、大会を超え、いつか全試合やりかねない雰囲気。おすすめのエナジードリンクありますか？解説会のパクチソンやん。あっちにもこっちにも顔出すなーじゃないよ。倒れないで。林さんの死の間際に戸田さん登場。